今日はメイクしてるんだね。してないよ、唇しか。いつも唇だけ。だって学校があるもん。まあ普段学校なくてもあんましないけど。よ、テロップ。どうしよう。ヤホーでいいや。ちょっとちっちゃいやつ入れるの忘れてた。最近ショールームよくやってくれてる、ね。周年のさ、今ちょうどさ、今さメールで送ったんだけどさ、周年のさリハとかがさ始まっちゃったらさ、周年の方に集中するけんさ、ショールームできなくなっちゃうじゃないですか。やけんないうちに、今のうちにしとこうっていう思考。うん、疲れた。イニスフリーが下に置いていっちゃった。いいねして通知だけ送りつけて林遊び入ってます。違う、なんか遊びっていうかね、なんか見てますよって。そう、ね、記録残るじゃないですか。だからみんないいね、みんなにいいねしてくれてるのに、ちょっとこっちの見落としでみんなにいいねしてくれてるのに、同じような投稿してるのにいいね来てないとかっていうのをがあったらあれだから、とりあえずありがとう、見てますありがとうっていう意味。みーなりん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 、みーなりん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 。そうだ、楽しみだな、オンライン握手会。もう寒かった、めっちゃ寒かった。もうさ、制服をさヒートテック着なかったんです。もうね、みんな冬服着てるんだけどさ、ヒートテック着なかったりさ、もうすっくすかでさ、中がもう寒いって思って、もうダッシュした。ダッシュはしてない、嘘です。うー寒ーって思いながら歩いた。ね、本当にね、あれだよ、あのね、日曜日来る方ね、楽しみにしててね。楽しみにしててね。今度いいなぁ、土曜日、土曜日も楽しみにして。でもね、なんかね、入試できなくて、でも土曜日も珍しい。でもさ、全身が映らないじゃないですか。それがちょっと悲しいかも。土曜日はあのね、でも行く、土曜日も多分事務所で会った6期とかには、あのツイッターに写真出す、あの事務所で会ったロッキーにはびっくりされると思う。土曜日の服は、え、みんながこれ着てるって思うと思う。で、日曜日はな
そうでしょ、剣がない方は次のシングルからはね、次のシングルからは真っ先にみんなの剣を取りましょう。後悔はないように、人生後悔しちゃダメですよ。ニヤニヤしながら入っちゃう。え？明後日遠足なんだ、いいな。遠足見ないけなかったんだよね、いろいろあってかぶっちゃった。さてと悲しいよ、行けなかったの。名前が変えられなかったらない。え、名前変えられないって、ね、あのあれねってこと、お話し会の名前がってこと。私の学校は野外活動が中心だった。じゃあさ、学校のさ、今年とかね、遠足とかそういうのに行けなかった方と、なんか行きたいなーって方でちょっと行きましょう。どっかマリンワールドとかマリンワールド、マリンワールドらしいよこれ。もらった。イルカに餌あげたことある？ある。どっかで、大きいところでね、あげたよ。なんかさ、餌やるときとかさ、こう海の上にちょっと浮いてる橋みたいなところ歩くじゃないですか。ちょっと落ちてみたいと思うけど怖くて落ちれないよね。そういうなんか一回やってみたいなって思うけど、想像だけで終わっちゃってさ、実際できないよ。そんなそんな、行こう。そうですね、行こうよ、行こうよ。ちょっと髪の毛やば、やるー。私も楽しいよ、もがみさんが泊まりに来た時期めっちゃ仲良くない、仲いいんよ実はね。実はっていうかさ、あんまそういうイメージないでしょ、年離れてるし。なんかさ、この間のね、まあ彼の時の MC でヒーローとユイナが8個差って言ったじゃないですか。ヒーローとユイナの年の差イコールミナとナナカちゃんの年の差なんですよ。あ、それは嘘だな。年の差プラス1なの。わかる？だから、ナナカちゃんが今21。今21か。で、ミナが13だから。8個差なのね。じゃあ8個差じゃない？同じやん。そう、あのね、8こそなの、びっくりでしょ。でもね、めっちゃ仲いい。アンダー一緒に練習したけん、ななちゃんのツイート、ピーストマト挟まってて大笑いした。あれね、土曜日ね、あの写真なんかうちらあるっけって言ったけど、めっちゃね、一時期とかもう夏休みとかね、ほぼ毎日あったの。もう毎日あったんだけど、もう自主練とかだから、自主練とか一緒練習するから写真を撮らないわけですよ。で、
アンダーの時も二人で写真多分撮ってないからどうするって言ってた。なんかちゃん AKB の子になーたんって言われてるらしいです。あ、知ってるその子。ね、知ってるよ。ホタテちゃんじゃなくてホテちゃんみたいな子でしょ。ホテちゃん、みなもね、ツイッターフォローしたら帰ってきてくれた。ホテちゃんかわいい、めっちゃめっちゃかわいい。みなが、みなはなんなかちゃんがメールかなんかであること遊びに行きましたって書いた時にね、絶対ホテちゃんじゃんって思った。みなもなんか他のグループで仲良くなりたい。誰か、仲良くなりたい。お友達欲しいって言ったらお友達いない子みたいになっちゃうけどさ。マジ？お友達います。そんなそんな、久しぶりにお仕事終わって帰っとる。お疲れ様、お疲れ様。なんかさ、この前さ、はーちゃん体調悪いって言ってなかった？大丈夫、お仕事行ってるから元気なんか。よかったよかった。でこれさ、あね、ここは NGT のこういろいろ作ってたね。私はどうしようか。うまいね、でしょ。体調悪かった。しょうみながツイッター開設してね、記念日に、私の大事な大事な日にさ、体調悪くするなんて、まあどうしようもないことだけど気をつけるんだぞ。こっそり何図だっけ味噌見に行っちゃった。最近日が暮れるの早いから部活が短すぎる。そうね、何部なんだろう。みんなハンド部、まだ一応入ってる。まだ一応入ってるの。糸島最近パパがよく言ってるよ。糸島ね、なんか別荘地みたいなとこあるよね。あそこのさ、そのあのなんていうと、ちょっとこうなってるとこのさ、なんかいろいろお家とかがバーってたくさん入ってるとこの下にあるおご飯壁美味しいらしい。ママたちが言ってた。バスケ部だよ。だってバスケしたいな。バスケ好きなの私。こんばんは。だってこんばんは。いいねダッシュ Z Z。
しみオンラインオンライン楽しみすぎるんですけど、すごい部屋の隅っこなの、お家。そうなんです。ね、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ。なんか言おうと思ったんですけど忘れちゃいました。忘れちゃいました。どうしましょう。なんだっけ、めっちゃ言おうと思ったことあったの。ね。そう、今日秋さんの誕生日ですっていうこと確認したかった。TikTok とインスタ、もしどっち、もしできるならするのはどっち。みんなインスタかもな。インスタ大好きインスタミハインスタ、インスタの質問箱してみた。TikTok でもさ、インスタもさ、あげようと思えれば TikTok あげれるじゃないですか、同じようなやつ。だからインスタかな。ザワちゃんってのコンビ、渋井沢じゃない多分渋井沢。先輩のインスタ見たいし、投稿とか。どうなんだろう、皆さんインスタ、一番ツイッターが使うのかな、ファンの方も。インスタかな、いやツイッターかな、どうなんでしょうか。タンタランラランタ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 ランランラランラランタンタランラ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 ンラ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 ン。もうすぐなくなっちゃう。あと一個。でもまだ下に一袋あるけん、うぃー定期的に目が死ぬのを笑うんですけど前髪が伸びてきたか。大丈夫そう。あ。で見て今888だよ。見てる人。ゾロ目じゃん。ゾロ目じゃないですか。ゾロ目じゃないですか。
写真撮っとくかな。普段ゾロ目探したりしますか？しません。あ、たまにするかも。待って、あ、123だ。変わっつんだ。わーい、もうすぐツイッター5000人です。まだだけど、あと200人ぐらい、300人ぐらい。拡散だ、みんな拡散して、みんなのアカウント拡散して。拡散して拡散してね。ミルタマットみたい。はーちゃん、これ絶対さ、今ルーム1回抜けたよね1回ルーム抜けたでしょ。でまた帰ってきたっぽくない？多分って予想してる。何？43番です。100人種みんながまとめないといけない。まだまとめてない、宿題なのに。やらないと。正解です。間違えて押したすごいでしょ、みんなの頭の良さ。すごいでしょ、分かっちゃうよ、分かっちゃうよ。こんなことももう全部分かっちゃうからね。この全部わかるからね。ちょっと圧を最近寒、冷え性やばい。マジで本当に足の裏が真っ黄色、真っ黄色、本当にやばいよ。もう多分、まあ本当に真っ黄色、うん、極めてるかも最近。夏もなの、夏もずっと黄色、黄色っていうかオレンジだから、髪を丸くくり抜いたら、丸くくり抜いて足裏につけたらめっちゃ綺麗な夕日。マジで本当に太陽だよ。うん、多分芸術作品。うん、血液のさ循環、うん、血流がさ悪いんでさ、私悪いっていうか、うんね、血液回んない、血が回んないの。みんな軽く着るじゃん、いやって思うんですよ。でもうなんかレッスンのね初めにね、ストレッチとかするときに靴下も脱ぐんですよ。そしたらもうね、すっごい黄色なの。もう他の子ピンクとかね、赤とかね、なんかそういう、みんなはオレンジ、黄色、オレンジかなんかもう赤とか黄色とかの一かけらもないの。もうねオレンジ、レモネード並みに。そう、回ってないから冷える、めっちゃ冷えるもん。冷たい、ずっと冷たい。これは悩みね、悩み。これ結構な悩み。助けて、本当に助けて。生姜茶だっけ、何これ。冷え性仲間大募集。待って、いやちょっとね、ちくしゃみでさ、
ャリが出そうで出ないよ。それってキサックス履いたまま寝たりする？うん、足を巻く毛布で筋肉つければ体温が上がる。筋肉めっちゃついてるんだよ。なんかね、足もね、力入れたらもともと運動部だから、ね、外にね、こう外側に筋肉ついちゃってるから、もう力入れたらモコってなるよね。もうね、すごいよすごいよ、本当にびっくりだよ。びっくりしてほしい。最近足冷えすぎて寝れんよ。うん、だからね、うん、だからもう足、ま、もう羽毛布団をの下をちょっと折るっちゃう、内側に。で、足にもうこうやってやって、うわって寝てる。そういえばツイッター始めてから、初じゃない、ツイッター始めた日にやりましたツイッター始めた日にやったよ。みなちゃんが今ハマってることは、最近ゲームをし始めた。ゲームとハマってること、ゲームと、最近体育でベースボーファイルっていうのを、ファイブっていうのをしてる。でも男女分かれるんですよ。で、女子だけなんだけど、ベースボールファイブってやつをしてる。フォートナイトもだけど、今はスプラ3、スプラトゥーン3をしてるかも、どちらかといえば。でもそんなミナは最近はね、ハマってるって言っても、し始めたぐらいだから、四六時中やってるとかじゃないんだよ。全然小レベルいけんやんってなった瞬間にいけるタイミング増えた。なんか最近忙しいって聞きましたよ、みよこさん。みよこさん、なんか最近来れないねってこうね、ことをね、話したの。他のことしたら、最近忙しいのかなって、忙しいって言ってた。忙しいの？本当に忙しいの？頑張ってね。頑張って。ファンのリサーチがすごい。みんなね、本当にね、特技かもしれない。みんなファンの方覚えるの、ファンの方っていうか、そういうこと覚えるの多分すごい特技かも。中二ですか、中二やらせていったり。ともかちゃんに聞いた？あ、ともかちゃん言ってた？ともかちゃん、でも今日ともかちゃん来てないよね。ちょっとピンポン出しに行こう。ピンポン出し、言い犬出しじゃなくて、このピンポン出しに行かないと。いや、わかんないけどいや、わかんないけど、ピンポン出ししに行かないと。ピンポンピンポン、なんかそれやって、なんかね、一時期めっちゃ中学校で流行っててさ、中学校でね、流行ってるっていうか、ダメじゃんそれ。やってダメなのに、他のみんなはやってないよ。もうなんかそういうちょっとね、いたずらっぽい子がね、その近所とかっていうね、お家をして、次の日に学校にされましたっていうのが入って、体育館に集合して怒られて、やられましたみたいなみんなはそんな悪いことしないから。トイレットペーパー事件とかあった。トイレットペーパーが丸々便器の中に入ってるの。それでめっちゃ怒られた。でもみんなの一個上のね、学年の、ここ学年に結構そういう人がいて、
でも男子トイレなのね、それが全部ほぼで、男子ちょっと悪い子がいたらしくてね、みんなの上の学年に。だからみんなが6年生の時はそういうの全くなかったかも、本当になくなかった、記憶がないもんだって。最近合唱校の練習で歌いすぎて喉が壊れた。それな、みんなも壊れてる。なんか出ない、高い声がさ出ないのにソプラノだから。ピンポンジャンプなら大丈夫。どういうことだ。ピンポンジャンプ、待って、悪いことしたら廊下に立たされるとかあるんですか。多分ないと思う。多分廊下に立たされるはない、今はね。あの中学校になって言われてるっぽい。でも手があんま好きじゃないんだよ。でもさ、バランスが悪いもん、こうやった時に。わかる？いやだ、でかいんだよな多分。ウーモと比べたらわかる。見て、みんなでかいの、手が。わかります？でかくない？リナの手めっちゃ綺麗、めちゃくちゃ綺麗よ。リナ行くの、リナめっちゃ指も綺麗。あの昨日ツイッターにさあ上げた写真はありじゃないですか。これでリナがこうやってる、でみんなこうやってる写真、これさめっちゃ綺麗じゃない。でかいと困るの。困りはしないけど、ポーズするときにちょっとあれかも。顔の周りするときにピースはあれだけどね、これもまだあれだけど、これがちょっと変になっちゃうかも。みんなの中で変っていうか、みんなの中であんまってなっちゃうから、あんましないって言いながら言いまして、感じか。でも綺麗だよね。レアちゃんとかもすっごいね、めっちゃいびき、すごい。爪の形が綺麗な人羨ましいんだよ。小顔っぽくいいじゃん。どう？小顔？ちょっとボイスで。待って、やば、同化しすぎ。小顔感出て良い？さやちゃんめっちゃ顔ちっちゃいよ。ハンデしてると爪割れるもん、ね、割れない。爪は割れない。なんかそもそもの爪のなんか男爪女爪っていうのがあるらしくて、男爪なんですよ私。だからどこで横にデカめっていうの、なんていうの、こうネイルの代表みたいな、こういう爪じゃない。ちょっとこういう感じな、あたしが。しかも親指がみんなでかいのね。そう、ちょっと待って。これ落ちるやつだよね。え？で見て、めっちゃこれ矛盾してない？水性耐水性って書いてあるってこと？まあいいでしょう。
そうだから最近爪のね手入れしてる。さて問題、ミナは右利きでしょ左利きでしょ。つかない。つかんないけど。左、右利き、左利き、右、左。ね、ヤスリだったらいいらしいね。見える？これ。ルルルルル。今日寒いね。うん、最近寒くなったよね。もう長袖の時期だよ。僕最近昨日まで半袖だったよ。いや、私なんて今日からトレーナーよ。わあ、僕たち季節外れだね。間違えた。季節感合ってないね。どう？それメールの範囲だね、変えたね。じゃあ内容違うよ。内容違うけど面白かったでしょあれ。もうね、みんなのね頭の中でそれが流れちゃった。置いた瞬間、もう置いた瞬間それが流れちゃって、やばい、これはメール案件だ思った。でね、あの合唱発表会のね時にね、その各クラスの曲があって、その曲紹介みたいな感じでちょっと短い動画を作るんですよ。でうちのクラスがこれをやってた。なんか寝たきゃ、最近うちのおかんがハマっとる曲があんねんけどみたいな、あんねんけど、それを忘れちゃったらしいね。それどういう曲な、なんか何だっけ、特徴教えてよみたいな感じでめっちゃ関西弁、なんかみたいな感じで言ってた。それ平和の鐘やないかいって言ってた。平和の鐘やないか。でもなんか北海道で聞かれてる曲らしいんだよね。じゃあ平和の鐘はちゃうな。でもなんちゃらかんちゃらかんちゃら、いやそれ絶対平和の鐘やぞって言ってたよ。みんなと同じ学校だね。なんだけど、こんな感じ。以上。拍手。パチ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 。こっちってさ、みんなから見たら左が右側にありますか？これこの手。これこっちってさ右側にあるの。みんなが画面の前に手を置いたら右手の前にあるの、これ。どうなんだ、右か。ほう、こう撮ってるってこと？こう撮ってるのがこう来てるってこと？ん？みんな前から見てるってことだよね、多分配信を生でいたら。そうです。私の案内何やってんです。学校で言葉通じないことある？博多弁ないですね。
文字も普通に見えるのね。なるほど。いて、あ、待って見て、血が出てきた。痛い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 。血が出てきた。やばい。やばい。やばい、痛い。ああ、引けた。もういい、切れない。ちょっと待って、ちょっと待って、多分友達も今来た方用ね。で見てください、ちょっと待って、一回パチッと取ろう、決め、はいはい。今違う配信になりました。今来た方にお知らせです。渋井美奈は怪我をしました。あら、どうしましょう。あー、痛い、血がたくさん出てきちゃった。あ、どうしましょう。ほら、待って、あ、やばい、行った行った。ママーママーママー、バンスコー、ママバンスコーちょうだい。痛いよ、ほらほら、見て見て見て、心配してるでしょ、痛いの本当に。なん、どんどん血が出てきてる。痛い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 。ワンスコある。あ、あ、待って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 、ワンスコ欲しがってる。痛い、待って、めっちゃ痛い、もう痛すぎて笑顔になっちゃうの。痛くて涙が出てきちゃう。ママー、マジの血なんですけど。ウケる。え、マジで血出てきた。え、本当に血出てきた。え、いた。受けた。本当に出てきた。あー、面白い。痛い。痛い。痛い。あね、本当に血出てきた。ほら。面白い。あ、本当に血が出てきたよ。あ、もうダメだ。もう浮いてない。もう一生言いません、こんなこと。ちょっと寂しすぎた、一人で、はしゃいで。
痛かったな、痛かったな、痛かったな。痛かったんですけど、ちょっとでもさっきの頭ぶつけた時本当に痛かったな。これ本当にリアル、リアルアウト、リアルあっち、リアル痛い。痛かった。なんかさ、小6ぐらいの時にね、ぶつけたりして「いった!」みたいなことを言ったら、で、そしたら友達が「誰に会いたいの?」って言うっていう。しょうもない。ね、ちょっと今。今も思い出してしょうもないな。あ、何があるかな。パン作ったことある？パン作ったことある？とか、ねえ、ちゃんとお風呂入った？ねえ、ちゃんとお風呂入った？どう？あと赤白帽子の、赤白帽子をこう、こう咲いて、こうかぶってウルトラマンってしてたよ。あ、私も来ました。もう、そうそうそう、上からやっても下からやんでも私も来ましたわ。やばい子でした。あれでしょ、ウルトラマン絶対こうやるんや。でもあるかな、今あのね、紐がちょうど真ん中にあるからこうかぶっちゃうんですよ。だからうまーく紐を中にこう裂いて、中に入れてこうやってポッってかぶると。知ってた？知らないでしょ。何があるかな。朝早く学校に行って校庭で縄跳びをすると。てか縄跳び大会みたいなやつが、大縄大会が毎年小学校の時あって、近づいてくるとみんな朝早く来て校庭で大縄をすると。でも大縄大会の時期は冬やから、当たったらめっちゃ痛いの、引っかかると。めっちゃ痛いの。だからもうみんな当たりたくなくて、引っかかったら耳すばれ、めあってやだよ。タイヤみたいなやつや、タイヤ箱みたいな、タイヤみたいなやつなかったの？登り棒のこの端っこと真ん中にあるこのなんか柵みたいなところに、こう上の方にこう2本こうあって、ここに登って先生に怒られてました。みんなはそんな高いとこまで行けないからさ、だから結構高いとこ怖いからあれだけど、
食べ終わ、そう、といえばね、旅行のね、小学5年ぐらいの時に横がめっちゃ得意で、みんな横の跳び、縦は前本当にできなくて、縦ができないんだけど、横めっちゃ得意で、横6段飛ん、横6段 ?6 段か8段や、6段だね、多分飛んでたら、飛んでて、めっちゃ飛べて、調子乗って、調子乗ってたら、で友達に「見とって見とって飛べる気見とって」って言って飛んだら、こうこう飛ぶじゃないですか。そしたら膝が跳び箱の端っこに引っかかってこう落ちたっていういい思い出。面白かったな、その場所見たら。ねえ、青春体育部見てましたよ、みんな。めっちゃ出てみたいって思ってた受かってもない時に勝手にそれだけ見て楽しんで、え、待ってみんなこれめっちゃ得意とか言ってた一人で。悲しいね、やりたいね、そういうの。運動会したい、みんなで運動会、もうメンバー全員で運動会したい、運動会でリレーをすると、でみんながアンカーでバトンマルチがこける。楽しみ、やりたいな。それまでにも。でもさ、遅くなっちゃったんだよね、1年の時よりも足が、2年生になって。なんだろうね、 0. 何秒か遅くなった50メートル走何秒、50メートル、7.8 ぐらい、 7.8、7.8、うんね、本当にね、めっちゃね、そのなんかめっちゃ遅く、なんかびっくりした。そのちょうどさ HKT に入ったばっかぐらいの時にさ会ってさ、もうそんとこ時もあんま部活ちょうど行けなく、行けあんま行ってなかった時だったからさ、動かなくてさ、久しぶりに走ったのが 50m 走でさ、と思った。そうな、悲しい。家族で一番おしゃべり、でも家族の中でみんなおしゃべりとかないかも。多分比較的仲いい家族っていうのかな。だから絶対ババとかがお仕事ない限りは絶対夜帰ってくるから、飲み会とかもあんま今ないしね。だから時間的に多分8時ぐらいだけど8時とかから絶対みんなでご飯を一緒食べる。夜ご飯食べれる時は絶対一緒食べるの。なんかその弟が塾とかでなんかそういう慣れ子とかだから早く食べないといけないときはその子だけ早く食べたりするけどだけど絶対食べてる、うん、だからでもその時に、でも逆にその時ぐらいしかないんですよ、みんなが集まるのが。結構みんな習い事とかみんなも学校あったりするから
学校とかお仕事とかあるからあるけん、そのご飯の時にみんなで話す、めっちゃ話す、隣があったとか、とか最近めっちゃ面白かったってさとかって話すよ。小学生の時足幅、足は、足は、は、うん、瞬足履けばいいなやん、いいね、瞬足履いてるけんね。そう、ご飯だけは集まるって感じで、ご飯が終わって食べ終わったらデザート、デザートにつってみんなに配って、でもさ、そのご飯の時も休みの日とか結構あのテレビの前にもう一応一個机がちょっと小さめのやつがあるから、でソファーに座ってそこでその机でみんなで映画見ながら食べたりするじゃん、めっちゃ楽しい。どうだなんかね、しかも朝みんな結構バラバラなんですよ、あの学校もあるし、お仕事とかもさ、お仕事の期間に行っても時間出るの遅めだけど、休みの日はおやつタイムがあった、休みの日はおやつタイム、うん、いつもおやつ何、休みの日サイレントは一人で見てる、 TVer でTVer しか勝たん、そう食べられたけど食べよう、けどメンバー食べるのも楽しい、うん、メンバー楽しいもん、サイレントで一緒泣きよ、そう2話が一番泣いたみな、で3話は2話より泣かなかったけどちょっと泣いちゃったから、もうね2話本当に号泣しちゃってみな、めっちゃもうボロボロに泣いて、でこう 寝ながらちょっとさあんま良くないんだけど、寝ながら見てたの、寝る前寝ながらこういう感じでね見たんだけど、もうさあもう泣きすぎちゃって、もうさ多分みんな今思い出しただけで泣けるもん、多分みんなが泣いたのはあのまあ前もちょっと言っちゃったんですけど、紬が想に、あ想が紬にイヤホン返す時、その前のなんだっけ、もうね泣きすぎて覚えてない、もうね覚えちゃないんだ。でさ次の日さ東京行く時だったからさ、まあ仮の前でもうねその日ね前日リハだったんだけどめっちゃ目腫れて二重は本当にやばかった、うん、本当に、あるじゃん写真、たまたまねリナとそのリハ空港東京着いてからね、東京着いてからバスに隣に乗っててみんな二人で写真撮ったんだけど、わかるこの二重幅わかる、たまたまこうもうねみてわかる、もうねめっちゃ二重幅えぐいの、やばくないね、見てね、これさこれね、これとこの目とこの目、この目とこの目めっちゃ似てるでしょ、これリナの目でこれミナの目そうで3話は午前中ちょっと晴れてたけど午後は大引いた晴れが、でどんなさなんかいろいろあってちょっとドアップしたんですよドアップカメラドアップしてそのまま一緒写真撮ろうと思ったら 目しか映んなくて、で面白いと
わかるね、わかる、このこの涙袋のやばすぎ、やばさ、やばくない？びっくりしたもん、みんなもほら大丈夫そう、この二重幅もう泣いてるもん、この時も泣いた、やべ間違えた、ほら、え、おかしい、やばいよやばいよ本当に、もうね、もうね、泣き散らした、もう泣きすぎたからね、みんなね、ね、可愛くない、これ、可愛くない可愛くない、このりな、ご飯をね、そう、リハ終わった日にみなとりなとりぬちゃんとまいさんでご飯食べた時のりな、りながめっちゃ恥ずかしがってずっとみなの方向いてご飯食べてるので、みな、りな、りぬちゃん、まいさんみたいな感じだったから、ずっとまいさんとりぬちゃん、こっち向いてよりぬちゃんって言ったけど、りなずっとみなの方向いて食べて、めっちゃ可愛かった、可愛かったよ、めっちゃ羨ましいだ、めっちゃ可愛かった。で、夜一緒寝たんだけどね。ね、可愛いんですけど。可愛い。え、もう見せていいかな。見て。可愛くない？涙出てきた。え、可愛い。みんなはリナが好きだ、赤ちゃんじゃない、こんな写真絶対撮るよ、可愛いだけど赤ちゃんいい、可愛いね、可愛いね、リナ可愛いね、え、可愛い、本当に可愛い、無理可愛いね、もう何、本当に可愛いね、可愛くない？ねえ、絶対もう可愛いよ、もう可愛いよ。あちゃー、可愛い。ちなみにちょっともう見せる、可愛いから。可愛い。可愛いな。なめきリップスのね。なめきリップスのね。レッスン終わってからなめきリップスの人たちだけちょっと練習合わせたんです。そのリナ。可愛くない？でも可愛いんですけど、うちの姿が可愛い。ね、可愛い。やばい、豚鼻になっちゃう。可愛い。可愛いな。可愛すぎ。でね、ちょっと聞いてほしい。おい、聞いていい？リナが昨日メールでね、もうえぐちゃん、めっちゃえぐちゃんのこと書いたんです。えぐちゃん、でも最近えぐちゃんブーム来ててさみたいなことを書いたら、その後ね、あ、まあ、違う、まあ違うわ、ごめんなさい、ちょっと待って、お待ち、あのね、あのななかちゃんとこの前みんなお泊まりしたんです。そしたらななかちゃんのメールでがね、しめちゃん食べたみたいな感じで通称だった、それの少し送られてきて、え、可愛いよ、もう見せ、え、これって見せていいのかな、ちょっと一応消しとこう、見て、超可愛くない、このスタンプ、え、わかる、可愛いんだけどと思って、でも可愛いみたいな、もうね、可愛い、今度お泊まりしようって言ったら、いい、お泊まりにしたいみたいな気で、え、可愛いと思って、でね、その後またミナがメールで、今ナナカちゃんが隣でショールームしてるよみたいなことを言ったら、見て、何この人、これ何、可愛すぎない、ねえ、ちょっと待って、可愛すぎない、これ、このスタンプ、え、可愛くないで、
でもうさ可愛いじゃん、可愛いでしょ。それでもうブーちゃんが立ったよみたいな教えてくれて、メールじゃなくて LINE でわざわざ。でもう可愛いから、でも可愛くてもういろ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 可愛いのね、わかる。でみんながそのえぐちゃんのこと言ったら、何ですかこの、何ですかこの可愛さは、何事って思って、ちょっと見て見て、この絵文字のあれ、やばくない、可愛いじゃん。ちなみにね、この絵文字何かと言いますと、ちょっと待って、見てほしいもん、このわかる、この絵文字もう可愛いじゃん、可愛いでしょ。でその後ね、もう可愛いじゃん、わかる、もうね嫉妬されちゃった、嫉妬してる、もう可愛いじゃん。ごめんなさい、語りすぎました。もうね可愛いのよ、かなり初期にメールで送られてきた悪い顔のえぐっちゃん、えぐっちゃん面白いのよ、えぐっちゃんめっちゃ面白いよ、もう本当にね、合宿のっていうか、その合宿とかロケのメンバーで一番最初に写真を撮ったのがえぐっちゃんだったんです。でその写真が本当に面白くて、本当に面白いの、もうね何回見ても笑える。それいつか見せますね、何年後かに。ほんと面白い、ほんとに面白いよ、もうね3年分ぐらいの笑う、3年分ぐらい、うん、面白すぎる。何これ、そのみんなが見てるからなのかもしれないけど、めっちゃ面白い、わかる？もうね。で、なんだっけ。もっともうなんかもう一個ね、ちょっともう本当にもう可愛すぎて言っちゃうんだけど、そのななかちゃんとね、お隣にした時に嫉妬してるの可愛いって言ったの。そしたら してないしみたいな。みなりなだしとか、もう可愛くない？大丈夫そう？みなりなだし、何可愛いんだけど、みなりなみなりなみたいな、もう可愛くない？ってことで、も皆さんみなりなを押してくださいっていう、あなしとりなのペアを押してくださいっていう、みなりな仲いいの、本当に最近多分一番仲いいかもしれない、一番っていうかみんな仲いいけど、多分一周ずっと一周可愛いよ、涙出てくる。それでりなちゃんがさ引用してくれたじゃないですか、そしたらそれのスクショ来て、よかったねかわいい、もうどうしよう、もうどうしようって思ってるもん、かわいすぎて。どうすればいい、私はどうすればいい、この先、もうねかわいいの、もうねかわいい、かわいいよ、ほんとにかわいい、かわいい、ニコノちゃんの笑顔が見たい。みんないろいろ持ってるよメール、まあ、エグノちゃんの笑顔が見たい方はメールを送ってくださいメールって、あのね、笑顔っていうかちょっと変顔マジ変顔マジなのよ。見たことないでしょ、そんなエグノちゃん、そんなエグノちゃんが見たい方、見たい方は、もう流れ的に枠が空いたらぜひ私の渋いちゃんメールを打ってくださいって。はい、ということでね、よかよかの時めっちゃ笑顔やったな、可
かわいい、かわいい。ちょっとはしゃぎすぎてちょっと疲れちゃったんです。失礼しました。めっちゃ漫画をやったと思う。多分今そういえば最近のメラのタイトル文章ね、そうなん、そうなんです。そうなんです。ラッキーで本格的にオスコ決めようとした時、ミナリナどっちにするか本気で悩んだのはここだけの話。え、ミナ一択じゃなかった。まあ、未来いた子じゃない時はミナリナかなみたいな感じで。返事して、はい。はい。ゆなちゃんが嫉妬しちゃうね、嫉妬しちゃうね。で、最近ゆいな全然嫉妬してこないでしょ、あの子。そろそろ終わろうかしら。15分まで。いい子。ねえ、目覚えたいな。目覚えたいな。チェシーのリパイ。あなたしか見えない。そういえば V ちゃんって全国で売ってるの。うん。本屋さんとか行ったら売ってるよ。文房具コーナーにニキっていうぬいぐるみ系の筆箱のね、あれで今ご飯作っとる。いいな。何作っとると、何作っとるん。高田弁やで。何作っとるん今夜ご飯って。何作っとるん、何作ってると。一緒に頑張った。えなちゃん早く幼稚園来て一緒に遊ぼ。遊ぼ。ピアノ弾けると。幼稚園の先生やけどピアノ弾けるんかいな。給食給食おいしいなってやつでしょ、うん、知ってるよ。給食給食おいいな。しゃか焼きですよ。簡単に。みんなも食べたい。みんなも食べたい。食べさせて。お裾分け、お裾分け。ピアノ頑張って頑張って。ピ
ピアノ。来る？いや遠いかも。みんなまだ福岡。送ってタッパーで。タッパーで。え待って、子供たちめっちゃ強いことが絶望してるからゆなちゃん絶対言うかも。でもさみんなさちょっとさ飛び箱苦手なんよね。絶望は豆できないぐらいだったらいけるけど、でもちょっと。あの上手すぎて幼稚園の子にびっくりされちゃうかも。いやあの子何転校生だよね。でかいしさ、なんかでかいし上手くないみたいな思われちゃう。いやーそりゃ大変、そりゃ大変だ。こんばんはだってん、こんばんはん。みなちゃんピアノ弾いてよ。みなちゃん8ヶ月ぐらいしかピアノ習ってない。みなりん、あたしゃ幼稚園の子と遊びたいのよ。逆上がりは、逆上がりはできるよ。豚の丸焼きもツバメもできる。あと洗濯物も白い。ウィ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 、はい。冷爆得意そうだけど旅行しかできない。運動もね、私は運動好き。昔逆上がりに大学生いた。なんか向こう逆上がりが、逆上がりの思い出ないな。逆上がりの思い出ないな。縦の鉄棒を登るの。なんだ。縦の鉄棒ってなんだ。登り棒。登り棒はなんか日に合ってたの。お昼寝の時に参加した。いいねお昼寝。みんなも行きたい。踊ったい。最近まで幼稚園じゃなかったな。いや小学3年生9歳だよ。9歳、今年今9歳。でもさあれだったな、幼稚園生じゃない、めっちゃ小さい頃お昼寝嫌いやったけど今お昼寝しか勝たん。登り棒が2本で上まで登るか逆上がりしよったら、登り棒2本で登れない。みんな逆上がりしかできない。前回りと逆上がり。あと登り棒ってこう外せるんですよ。上に壊れがついてるだけだから下がちょっと穴が開いてる感じなのね。重さが全部かかる。それをずっと穴掘った。登り棒でずっとどんどんして穴掘ってた。でも全然穴掘れないっていう。今お昼寝どころかめちゃくちゃ寝てるけど大丈夫か。それなみんなもめっちゃ寝てるよ。みんなめっちゃ寝てるよ。あ、もう16分だ。終わります。ランキング読むよ。13ゆうきさんありがとうございます。12みゆらさんありがとうございます。11 HKT 超絶おじさんありがとうございます。10位もーさんありがとうございます。9位がたいすけさんありがとうございます。いつもありがとう。8位かねっちさんありがとうございます。7位がそうちゃんさんありがとうございます。6位わくさんありがとうございます。5位じじりもんさんありがとうございます。最近ありがとうございます、来てくださってて。4位がかぞうさんありがとうございます。3位たきやんさんありがとうございます。2位がくじますさんありがとうございます。1位ロメオさんです。多分初めてロメオさんじゃない。1位
1位初ロメオさんじゃないですか、多分違うかしら。バイバーイ、ありがとうございました。1時間ちょっとの間、あー終わり、バイバーイ。ん、手にめっちゃ何書いてある。そうよ、もう消えかけてるけど、もう43っていうのは宿題の百人一首の番号まとめないといけないから、43番です。みんなバイバーイ、おやすみなさい。ちょっと待って、43番、ありがとうございました。カンニングじゃないよ、カンニングじゃない、バイバイ、本当に終わるよ、バイバイ。